レフトの家はさ、はい、おやさんの車何乗ったの？トヨタの86ですね。家族では乗らないよね。あ、もう家族では乗らなくて、仕事に行く時とか個人で使うようなのが86で。じゃあもうあの一番新しい 86？ あの2014年に買ったんで。2014年でも新しい86だよね。まあ、あのそうイニシャル D とかの昔の86じゃないの？あ、そっちの86じゃない。じゃあ結構車好きなんだね。車すごい好きなんですよ。改造してたって言ってたぐらいなんで。いや、今の新しい86すごいバランスいい車でさ、はい、もうレースとかを結構使ってる車種なのね。はい。一回86が出た時にあのトヨタのお台場のとこに試乗できるコースみたいな知ってる？知らないか。それでね、そこで86どんな感じなんだろうってちょっと試乗したことがあるんだけど、もうそこのコースがさ、マックス40キロぐらいしか出せないわけ。でビューンって走ると40キロなんてもうトロトロ運転なわけ。安全運転です。これじゃ86なんわかんねえよなみたいな。免許ないからね。そうなんですよね。残念。免許取ったら多分それの良さがきっとわかるかもしれないですね。なんかやっぱりね、車があるとあの行動範囲が広がるじゃん。だから例えばさ、小学校の時は歩ける範囲と学校までが自分の行動範囲なわけじゃん。はい。で自転車に乗れるようになると行動範囲広がるじゃん。はい。でもうちょっと大人になると電車にも乗るからもっと行動範囲が広がるじゃん。で免許取るともうある意味どこでも行けちゃうんで楽しいよ。ああなるほど。楽しいよ。あとこの密室でデートできますよ。ああいいっすね。免許取りましょう。免許取ります。ほんと結局そこかいみたいな。オープンか。